こんにちは。ナコールハッピーの恋愛婚活応援チャンネル始めます。今日は女性にモテる聞き上手になる方法をお話ししますね。私はナコールとして今まで11年間たくさんのお見合いに立ち会ってきました。そんな中で女性会員さんの多くはどんなタイプが好きなの？と聞くと、話しやすい人、話していて楽しい人、優しい人と多くの女性がお答えするんです。そういうところも踏まえて、聞き上手になる方法を、聞いていただければと思います。1、批判ではなく共感する。相手の話の腰を折らず、最後まで話を聞きましょう。男性の属性で物事を解決しなければという、思いが出てしまって、アドバイスをしたくなる傾向がとても強いのですが、彼女に求められない限りは、アドバイスはしない方が賢明なようです。女性は、ただ、話を聞いてほしいだけ、またただ、共感してほしいだけのようですよ。次は、女性が話したくなる人になる。人は自分の話を喜んで聞いてくれる人に、好印象を持つものですよね。誰でも、真意を理解して、共感してもらえたと思えば、この人と話をしていると安心すると感じるものですよね。そうすると女性はあなたに話を聞いてほしいと思うものです。相手が話してくれるから真摯に聞くことで聞き上手になれるわけですから。3番、繰り返し賛同する。あなたになら安心して何でも話せると思ってもらえているようなら、その気持ちを裏切ることなく、女性の話をきちんと真摯に聞くことがとても重要です。また、その繰り返しが、女性があなたにきちんと話を聞いてもらえて、自分のことを理解してくれると信頼感につながっていくわけです。4番、相手がうまく言葉にできなくても、じっくり待つ。女性が言いたいことをはっきり言えなかったり、言葉足らずだったりしても、女性の言葉を先回りしたりすることなく、辛抱強く話をきちんと聞いてくれて、じっくり待ってくれるあなたの懐の深さに、女性はさらに安心して、信頼感を積み上げていくようですよ。5番、会話の流れを大切にする。女性は安心して話せる人に自分の気持ちや考えをただ聞いてほしいだけなのです。女性の話をきちんと受け止めて、相槌や投げかけで相手の会話に道筋を立ててあげること。会話が結論やオチに向かって盛り上がるようにできると、女性はあなたとの会話をさらに楽しく思ってくれて、必然的に好印象から好意へ変わる日はそう遠くないと思います。彼女に耳も心も、しっかり傾けて、女性の真意をきちんと理解して、共感して受け止めてあげることがとても重要です。話し上手はなかなか人前で喋る機会がない、私を含めて、一般人はなかなかスラスラ言葉が出てくるものじゃないですよね。ですが、聞き上手だったらいくつかのポイントをきちんと押さえて自分で気をつけていれば誰でもなれると思いませんか？ポイントを身につけて彼女の何でも安心して話せる特別な人になれるといいですね。それでは今日はこれで、ナコールハッピーの恋愛婚活応援チャンネル終わりにします。
ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。